今日ね、メソッド中級の、まあ、授業の最初に、えー、自己生のある方が、この本を読んだんだけども、この本でスヤンテ軍が、まあ、何箇所か出てくるんですけど、スヤンテ軍がね、まあ、いい人物として描かれていると。ところが、自分の知ってるスヤンテ軍というのは、ドラマの中では非常にまあ悪い人物だと。一体どっちなんですかっていう、そういう質問なんです。まあ、一人の人物ね、いいも悪いもないんですけども、 ここに描かれているスヤンテグンっというのはセジョンの次男で、まあ、仏教を大切に思っているセジョンの息子として、同じ姿勢で仏教を大切に思い、そして、そっぽサンジャル、釈府小説という、そういう書物の翻訳を一生懸命作って、そして、ハングル創生のセジョンを支え、そして、ハングル普及に、 えー、尽力した人物、いい息子として描かれています。まあ、3、4箇所、名前が出てきます。まあ、そこまではいいんですよね。えー、っとね、セジョンは第4代の王様ですが、ここに至るまでね、特にね、第3代、えー、要するにセジョンのお父さんの代がね、ちょっと血生臭いんですよね。 でセジョンは、ね、なんと35年ほど王位にいましたので、次の王様、息子のムンジョンというのが、2年で、まあ、短命で終わってしまうんです、病弱でね。で、そのムンジョンの次が、その息子のタンジョンなんですけども、なんと11歳で王様になるんです。このタンジョンから見れば、おじさんに当たるスヤンテ軍が、まあ、タンジョンを追いやって、自分が王になる。 これが第7代なんですね、タンジョンの次の世ンという王様になるんですが、まあ、このタンジョンを追いやっていくあたりが非常に残忍で、世、えー、ンの代で優秀な家来だった人たち、つまりタンジョンを支えようとする家臣、優秀な家臣たちをどんどん殺害し、えー、タンジョンさえも罪を着せてというかね。えー そして死、えー、薬といって、まあ、毒薬ですね、えー。それを飲ませて、まあ、殺害するわけなんですが、まあ、そういうふうに施、ね、女になるまでのその過程が非常に残忍で。ただね、王様になってからは、そのムンジョン、セジョンの後のムンジョンとタンジョンで弱まった王権を、えー、しっかりと立て直してね、強力な王権をこう、えー、形作って、 国をしっかり立て直すという、そういう役割をしたという意味では、確かにまあ優秀な王であったようです。だから、王位につくまでのその過程がね、ちょっと、まあえー、相当残忍。で、そこがドラマに取り上げられやすいので、えー、おおよそまあそういう水安テ軍というのは大変残忍,な残忍な人だという、そういうことになりかねない。 確かにそういう一面はあったと思うんですけども、ここに出てくるスヤンテ軍は、父であるセジョンを支える、えー、優秀な息子という、そういう描かれ方をしています。まあ、そういうね、この本の背景とか、いろんなことをね、今度そういうセミナーもします、ね。